調べたところ、これらの遺跡群のどこかにセトラーが遺物を封印した場所があるという伝承を確認しました。それオイラも聞いたことがあるよ。貴族のことだって思ってたけど。はい、ですがわずかながら検知された独特なエネルギーから、この遺跡群はエンシェントマターを封印するために作られたものなのではないかと推測しました。まずは遺跡の修復を進めましょう。と星が僕たちをエンシェントマターへと導いてくれるはずです。チャドリー・ジュニアの追加 AI チップを開発しておきました。ぜひ活用してみてください。
つかコスモキャニオンへ行こうってよ。盛り上がったことがあったよな。うん、カクテルの試飲会の時だよね。うん、やっぱこれが一番。新カクテルはコスタデルソルに決定。ちょい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 。飲みすぎだって平気平気俺はこのコスモキャニオンを押すね。いい線いってるんだけどね、なんか物足りないんだよな。お待たせっす。ん？じゃじゃーん、コスモソルトっす。コスモキャニオンを名乗るからにはコスモソルトを入れないと。さあ召しませ召しませ。コスモソルトって生命学の聖地、コスモキャニオンで採れる岩塩っす。めったに手に入らないっすよ。嘘、塩入れただけで、なんで？本当だ、美味しい。味が生まれ変わったな。あ、でも手に入りにくいんだよね。それは困るな。買い占めてきたっす。これでしばらくは大丈夫。あくまでもしばらくだろ。このコスモキャニオンが人気メニューになったら塩なくなっちまうぞ。その前にみんなでコスモキャニオンに行くっすよ。で、お土産は塩塩塩。いいね、生命学の聖地コスモキャニオン、みんなで行くっす。お前らな、活動資金もままならねえってのに旅行なんて行きなきゃねえだろ。これ行くしかねえな。そう来なくちゃ、連れてってね、リーダー。リーダーに乾杯っす。乾杯乾杯。こんな時だけ調子いいぜ。来たよ、みんな。結構時間かかったぜ。あれ、もう終わっちゃったんですか？とっくにな。ほら、次行くぞ、次。はい。バレットの一撃で気合が入ったよ。次こそは僕も。星の泉に新手のモンスターが出現して危険な状況のようです。ピピーって来るよな。お待たせしました。
追加の AI チップを用意しましたので、モンスターの攻撃に注意しつつ調査を進めてください。
うまくいったようね。おう、待たせたな。いえ、僕たち頼ってばかりで何もできないですし。星と共にあらんこと。はい、次ウェッジの番。星と共にあらんこと。俺。いや、スラムの食い倒れ名人ウェッジ。その声が小さいぞ。俺はもっとみんなの役に立ちたいっす。いつも足引っ張ってばっかりで。もうまたそれ。誰がいつそんなこと言ったわけ。私ビックス、それとも、うん、誰も言わないっす。でもそれはみんなが優しいからで。ウェッジにはこいつが優しく見えんのか。ちょっと喧嘩売ってんの。ほらほらほら、全然優しくなんか。キムどうじゃどうじゃ。つまりだ、ウェッジが役に立ってねえなんて。役に立ってねえなんて誰も思ってねえ。ウェッジはきっともっともっとって誰よりも頑張ってたんだね。ああ、たく欲張んのは食い意地だけにしとけばいいのによ。行こう。
シェントマターを確認。僕という存在もいずれライフストリームに帰る時が来るのでしょうか。あ、当たり前だろ。あ、あれはウェッジからの贈り物だ。ありがとうよ。お前らのおかげでいろいろと型がつけられた。そんな、私たちは何も。みんなはこれからどうするの？考えたんだけど、俺たちも分派の仲間に入れてもらえないかな。何を言い出すの？だってよ、あれから本家とも連絡取れてないし、このまま何もしないでいるよりマシだろ。そうだけどね、これからは協力して。調子に乗るんじゃねえよ。覚悟のない奴は石ころよりも使えねえ。すまない、俺はただ気持ちだけもらっとるぜ。お前らはもっと遠くを見て、で、生き延びろ。もう、食べられないっす。最後は、リーダーの出番だな。いや、待ってました。足と共にあらんこと。長いぞ。俺たちは星を救うため共に立ち上がった同士だ。金はねえ、仲間も多いとは言えねえ。だが俺たちの心には半神羅の炎がメラメラと誰よりも熱く燃え盛ってる。犠牲は少なくねえだろう。だが俺たちはたとえ命に変えても神羅を打ち倒しこの星を守る。腹を切りて俺について来い。おー、この腹と共に戦い抜くしか。おう、覚悟は得意だ。よっしゃ。よし、今夜はケーキ漬けに飲み倒そう。次はコスモキャニオン追加ね。追加ね。切っていいよな。もちろんあいつらを忘れるわけじゃねえ。そりゃ無理な話だ。でもよ、後悔はもう終わりだ。はい。
またここか。言ったはずだ、エンシェントマターを渡す気はない。ねえ黙れ、果実は深くを取って二度目はないわ。待ちわびて我が身焦がすし、時の間に間に今こそ我が宝返してもらうぞ。チャッ、沈め、注意な、油断したな。チャッ、キッチャッ、息を切らせて骨まで食う。キッ、沈め、キッ、肩にかける、当たる、沈め、この隙に貫く、やっ、キッ、切るんだ。くっ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 くしていくけ。今もっとしろ。チャッ、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 沈めた。切らせて骨まで食う。十分、油断しただった。百花繚乱といこうか。今だ、しまった、取り合った、油断したな。仕上げだ、沈め、ヘリヘリングルしていくけ。やはり源氏が戻らねば力は出ぬか。お主のその剣、身の内より湧き出しこの欲求。我は伝説の武器を求めここへ。何故何も思い出せんのだ。源氏を、我が力を返せ。よこせ。よかった。待って、おのれ。大丈夫か。これで勝ったと思うなよ。我は決して諦めぬ。何度でもお主の前に現れてやるぞ。
エンシェントマターの正体って結局何なのかな。まだ解析途中ですので確証はありませんが、この次元には本来存在しない物質で作られた武具のようなものと考えられます。あの大男さんが異次元の存在だと仮定するならば、エンシェントマターの持ち主が彼である可能性もゼロではありません。ならよ、とっとと持ち主に返してやった方がいいんじゃないか。これまでの不可思議な現象から考えて、彼に本来の力が戻った場合、この次元にどんな影響が発生するのか予測がつきません。彼にエンシェントマターを返すのはもう少し情報を集めてからでも遅くはないはずです。今しばらくは僕たちの手で回収し、解析を進めることにしましょう。皆さんは連絡会とはつながってないんですか？アバランチの本家も巻き込んで、なんだかいろいろきな臭い方向に向かってるみたいで、これ以上怖いことが起きなきゃいいんだけど。俺もっとしっかり考えないと思った。あれ、ジージェとはコスモキャニオンで別れた。ジージェも無事だといいんだけど。
負けるうちに。皆様、ここ落ち着いてね。
おかげさまで貴重な生態データが手に入りました。寿命の長いドラゴンを調べることでコスモキャニオンの歴史が解明できるはずです。はぁ、マスターはデータの話ばっかり。少しはクラウド様のことを心配してはどうですか。クラウド様、おケガはありませんか。マイは甘いですね。僕は常にクラウドさんのことを観察しているので、怪我のありなしぐらいは一目見ただけでわかるんですよ。クラウドさん、クラウドさんの体調はクラウドさんより詳しいので安心してください。今入手されたのはとても貴重な素材です。いつかクラフトで使えるかもしれません。大切に取っておいてくださいね。